にちは。こんにちは。こんにちは。はい、ドラゴンクエスト10第5期初心者大使の金田いぶきです。はい、よし、今ちょうどセレドの町に来ていて、したらストーリーが始まったので見ていきましょう。よし、あ、前髪切りました。やった、気づいてくれた。あ、そういえば昨日地震怖かったですね。東京の方だとそんなに揺れはなかったんですけど、なんか家帰ってニュース見たらね、すごい震度7、熊本で震度7、すごかったですね。よし、でも今日は元気にクエストしていきましょう。 Go go。 何？むっちいの？なんだろう、これ羊？羊かな？音小さい。はーい、羊かな？むっちいのって羊の羊？羊であり羊であるの？画面もうちょっと、お、大人大人、私大人。あ、そうなんだ。うちの高台の教会までいらっしゃいな。ずいぶん大人っぽい子供だな。むっちいのは子供なの？へえ。ん？ゆうじさんの、ゆうじさんが好きなの？むっちいの。ゆうじ先輩の嫁？むっちいのが？むっちいのは魔物。そっちじゃない。え、どれ、むっちいのが好きなの？ゆうじさん。むっちい、あ、女の子の方か。女の子の方ですね。あー、まあ、可愛らしかった。そっかそっか。ゆうじさんの好みは、ああいう感じなのか。ほう。ちょっとどう反応していいかわかんないや。あ、じゃあユージさんはこの街がすごい好きなのかな？そういうことかな？何？ビジネスロリって何ですか？どういうこと？ビジネスロリって、
復活場所ここロリージ。あ、ユージさんはわざとここに戻ってくるの？子供の町に帰ってくるんだ。魔物を落とすドラゴンの尻尾を持ってくるというものだが、どうだ、やってみるか。はーい。セレドット参道のバトルレックスを倒すと時々手に入る。ドラゴンの尻尾を手に入れて俺のところまで持ってきて、ここを通して女王様に会わせてやろう。さあ行ってこい。 OK、 ルーラストーン登録しとくか。そうですね、この時間にゲームやるのは確かに平日だし珍しいですね。でもなんか昼間にのんびりやるのいいですね。そうだしね、なんか私の友達が、私は1年浪人したから、周りの友達が就活生とそれから就職1年目の人なんですけど、意外と土日にしっかり休みっていう会社が今そんなにいっぱいじゃないみたいで、平日休みの友達もいるから、なんか友達がアドバイスとして平日のお昼に配信するのもいいと思うって言ってて、今回ちょっとそれを試してみようかなと思って配信してます。せっかく4人いるからね、みんなうまくバラバラな時間だったり同じ時間だったりね、うまい感じに配信できればいいんですけど、みんな仕事だったり学校だったりがあるから、やっぱりね難しいですよね、配信の時間ずらすっていうのが。
おお、あ、すごいすごいすごい。落とさないか。あ、本当だ。僧侶がいない。あれ、リユキちゃん戦士になってる。もういっか。僧侶雇った方がいいか。くそー、そうか。うー、そうだな。そっかそっか、僧侶必要だなこれ。うわー、りゆきちゃんてっきり僧侶だと思って雇ってた。ダブル戦士だ。自分で僧侶、うん、自分で僧侶、うん。まだ他の職に手を出すのはちょっと。自分が僧侶か、難しそうだな。ね、一応前職転職できるようにはなったんだけれども、僧侶するいい機会、僧侶賢者、うーん、じゃあやってみようかな。やってみます、やってみます。お、武器も買おう。そしたら預けちゃった感じですよね、多分。わかるわかる、すごいわかる、すごいわかるけど、どうしようすごいわかるけど、ちょっと今日は外そうかな。ちょっと難しいな。あれ、バイチャ。バイチャバイチャ。 You are fire。 あ、そうですね、首にするっていうんです。あなたは首よし。賢者、賢者にしようかな。
ほうほうほう、この人結構強そう。賢者は霊の洗礼があるといいんですよね。あるー、いいじゃん。360、おお、いいですね。え、このプクリポめちゃくちゃ可愛いんですけど、すっごい賢者っぽい。416、高いね。わあ、この子が一番強い、この子が一番強いけど、プクリポ可愛かった。うー、どうしよう。うー、あー、うー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 ん、え、結構、あーあー、さっきのプクリポ忘れらんないけど、うー、でもさ、うーん、可愛いけど、あー、いっか、見た目でいっか。ねえ、この HP40 ぐらいしか変わんないし、見た目でやーっとっと。はーい、やった、かわいい。 OK、 女王様、お、これがユージさんの好きな子？リゼロッタ。まあ綺麗な子が好きなんですね。カエルみたいな顔して、まあカエルみたいな色はしてるけどさ、私の羊だから倒したりしちゃダメよ。あなたのカエル側も見飽きたから、そろそろお下がりなさい。2階のティールーム、可愛さだな。癖になるね、このなんか歩き方が。わあ、話しかけたかったのに。本当だ、ちっちゃい子供だこれは。
ね、顔大きいですね、ドアコ。確かに私、オフラインで大人を選択したんですけど、オフラインで子供を選択した子はどうストーリーが進むんだろう、すごい気になる。一緒なんだ、子供でも大人扱いなんだ。変わらないんですね。ムッチーの欲しい、私も。いいなぁ、いいなぁ、いいな、ムッチーの欲しい。ムッチーのがいれば好きなものを好きなだけ食べれるのよ。まあ所詮名誉子供のあなたにあげる分はないけど。わー、ぷくぷくピーチのケーキ食べたいって言ったでしょ。ぷくぷくピーチ、ムッチーの頑張ってる。そうね。うちのついてこないのかい。あー、閉まない、閉まれちゃった、残念。ムッチーノに会いたいよ、女王様に会いたいの。いや、ムッチーノに会いたいの。お部屋で調べ物、お部屋どこだろう。お部屋、家に一匹ムッチーノ、いいですね。よし、ちょっとおしゃれしよう。ムッチーノに会いたいからおしゃれしよう。気になる気になる、大人。召喚術の本と魔法の指を見つけたのはそんな遊びにも飽きてきた頃だったわね。え、ムッチーノ召喚したの？だよね、絶対ムッチーノだよね。誰誰？これちょっとムッチーノ、敵の匂いがする。
ムッチーの悪い子の匂いがしてきたよ。どうして？延長します。はい、よし延長。次はどこ行けばいいんだろう。わあすごい食べてる。むっちーのの出してくれるおやつ私も食べたい。私にもおやつくれ。どこ行けばいいかな。とりあえず女王様に話したから一回外出てみようかな。なんかありそうだな。あのさっきの帽子かぶってた男の子気になるな。よし、子供だね。やっぱちっちゃいね。おばさん？どかなくていいんだよ、いぶき。あ、うちの。儀式に必要な琥珀の宝珠があるという忍者の塔へ向かったんです。でも大人たちは忍者の塔には決して近づいてはいけないといつも言ってました。なんで？忍者の塔、忍者の塔、何があるんだろう。行く行く。忍者の塔はセレドット山道に出て山道を北に進み忍者ハル海岸の遺跡を抜けた先です。 OK。 わかんない。もしかしたら忍者の塔行ったらさ、ムッチーノがさ魔性に侵されてさすんごい怪物になっちゃうんじゃない？予想だけど阻止しなきゃ。私が、ありそうな話でしょ。むっちーの大丈夫かな。むっちーの一緒に戦ってくれるかな。いやでもむっちーの絶対敵の匂いがする。悲しい。一瞬好きになって裏切られるのは悲しい。違う？違うかな？すぐ私この先のストーリー妄想しちゃうから。一
北に行けばいい。北リンジャハル海岸、 OK。 リンジャハル海岸、でもなんか、TQ10 で先を想像して当たったことあったかな。ね、推理小説とか本とか読むときは大体ね、先のこと私想像しながら読んじゃう人間なんですよ。そういう楽しみ方もありますよね。いる。これやばいかな。おお、全然入んない。これやばいやつだ。お、全然入んない。やばい、これ逃げようかな、逃げた方がいいかな、これやばいかな、これ逃げた方がいいかな、これやばいよな、逃げた方がいいよな、これやばい、これやばい、これやばい、キー、ああやばい匂いしかしなかった。オッケー、これはダメだ、あかんあかんあかん。でもさ、トンネルの中にさ、あんなでっかいの一体いるのはずるいよ。絶対戦闘になっちゃうしさ。あー、いそう、ここも。あー、ダメ、いっちゃダメ、いっちゃダメ。あー、いるじゃん。ひー、おー、ひー、逃げた、逃げさせて、逃げさせてよ。できた。あぶねー、あんな強い敵。あれは何が一番効くのかな。爪が全然入らなかったけど、他だったら呪文系とかだったら効くのかな。それなりに魔法なら楽。魔法か、そうか。レベル上げも大切。あー、次の超会議までにアトラス倒せるようになりたいな。もう今本当にそれだけがね、それが今当分の目標。2週間の、やっぱりその前衛2人、中衛1人、後衛1人で、私前衛だからしっかり攻撃が入るようにしなきゃいけない。ウィングブロージャーや、あれか、なんだっけ、ゴールデンフィンガーを手に入れたいですね。そうですね、火力頑張らなきゃな。攻撃パシブ、あ、ゴールドフィンガーは火力貢献は低い。いい爪を買おう。そっかそっか、いい爪か。宝珠で強化、武器買ってないです。私がタイガー持ってたら前も勝てたんですか。うわ、敵うじゃうじゃしてる。
渋谷のネイリストに頼んでもダメだって武器屋で買わなきゃ。あ、間違えた。ゴールドフィンガーはバフを消すのが目的なのか。アトラスに必要なのは慣れですかね。慣れか。いや、女子力はいらないでしょ。アトラス、アトラス落とすの、倒すんじゃなくて。ちょっと待ってくださいよ。バフ理解してますよ。そた、理解していると思う。いや、大丈夫だと思います。あと私バフ恐怖症なんで。あれ、いけないね。いけないね。バフ恐怖症、武闘家のクエストでバフマックスでバフかかったかかっちゃん、敵がマックスでバフをかけて一発で死んじゃったから、バフ恐怖症。そう、やん。あー、でもバフの種類理解してないはちょっとあるかもな。あー、そっか、その辺もしっかり。バフの種類ね、バフの種類。そっか、バフの種類ちゃんと覚えよう。アイコンとバフの種類の理解。そんなあなたに最新攻略本でん、これね。ね、ハイテンション放っておくと危険ですよね。一発だもん、ほんと一発でやられちゃう。赤本持ってる。そうですね、なんかなんだろう、そう、赤本どこまで読んでいいかなって思っちゃう。なんか分かりすぎてもワクワクがないし、だから私はあんまり赤本読まない人ですね。普通にこうやってゲームを楽しんでやりたいんだよな。さすがに分かんなくて進まないってなったら読みますけど、次どこ行けばいいんだろうとか。ほどほどがいいですよね、読むのも。基礎データは読んでもいい。今のクエストは全く予習してないですね。アトラスは見た方がいい？習うより慣れろ。そうだな、アトラスのところ、なんだろう。まんま赤本読んでないから、私ちょっと説明書とか読むのすごい苦手な人なんで、そうですね、あんま読まない。持ってるけど。結構なお金持ち歩いてた私。ありがとうございます、気づいた。危ないな、これ。預けらんないかな。いや、死なない私は。マジュライト、
そうですね、ルーラ登録しとこうと。あ、そっか、ルーラ登録して預けて戻ればいいんだ。頭いい。シスター、これここかな。はい。天才か、頭いい、棒読み賢いな、みんな棒読みすぎる。ちょっとすげえ、もう棒読みになってるよ。ちょっといぶきちん、いぶきち天才も棒読みすぎるよ、みんな。みんな優しいなぁ。天才現る。いやぁ。まあ、棒読みだとしても言われて嫌な気分にはなりませんね、天才は。どうしよう、私桜木花道タイプなのかもしれない。天才言われて嬉しいぞ。漢字が違う、天才。スラムダンク超楽しいですよね。現場でなんかスタッフさんがなんかスラムダンク持ってきててくれてて、待ち時間ずっとスラムダンク読んでた。高校生の時もスラムダンク読んだな。いや、褒められて伸びるタイプかわかんないけど、褒められたいタイプ。みんなそうか、みんなそうだわ。褒められるとなんかもう小商売ですよね、この辺が。あ、アイテム売りに行こう。ディフェンス、わかるわかる。ダム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 。スラムダンクの好きなキャラ難しいですね。難しい。まあでも、悩ましい、悩ましいけど、私三井かな。三井好きだな。まあでも安西先生もかなり好きだな。ミッチいいですよね。そんな好きじゃないけど、なんか基本的にタイプなのはなんか、あ、でもルカワくんもかっこいいですよね。どうしよう、なんかでもルカワくんはちょっとね、透かしすぎ。いやでも透かしてんだけど熱い闘志があるところがいいんですよね。私の出品の仕方大丈夫ですか？合ってそう？あ、なんか合体した後ろの人と、なんかおかしい髪型になったんだけど、ちょっとやめてよ。ちょっと誰？後ろ。いやー、ちょっと
くっついちゃった。もういいや。髪色も体の色もそっくりでしたね。あ、爪買うか。爪買う、爪もう買っちゃっていいかな。郵便局行け。あ、バレた。郵便局行くのめんどくさかったのバレたわ。爪今は悪魔の爪、60レベルまで行ってから買った方が良さそうですかね。これはお金はいくら持ってたかな。でも結構貯めたんですけど、でもドレアとお家代に残し、がいくらかかるのか分かんなくて、で私ドレアがまだ全然分かってなくて、今度ちょっとりゆきちゃんとりなさん、りなさんと一緒にりゆきちゃんのとこに相談しに行こうと思ってます。りゆきちゃんからね、いっぱいね手紙が来てたんだ。あー、かわいい。うん、ちゃんと受け取ろう手紙は。私あんまり、なんだろう、ゲーム内で郵便局行かないな。あ、まとめて受け取る忘れてた。よし、よしと。あ、家にポストあるわ。家にポスト買った。あ、また来たな。ユーリーまた来たな。あ、お金貯まっちゃった。あ、いいや、これは出さない。間違えた、2個出したい。チラチラチラ。お、あ、かわいい。かわいいの。この髪型いいですね。なんだろう、水色は一緒かな。これ全く一緒の水色かな。かわいいの。あ、やっぱ髪の色と目の色一緒にするのがいいのかな。やばい、こんなにジロジロ若い子見ちゃダメよね。ダメダメダメよ。よし、ちょっと一瞬家に飛びます。よし。でもちょっとくくりぽとかドア子が結構可愛くて、可愛い子いると立ち止まって見ちゃいますよね。なんかさ、現実世界だとさ、それしたらさ、
なんか露骨に目線がとかってなっちゃうけどさ、ゲームだと意外とできるんですよねそれ。ダメかしちゃダメか、やらしい、そうゲームだったらね、やらしい目で見ても捕まんないから。いいねゲーム。私結構人のことじーっと見ちゃうんですよ。すごいなんか可愛い人とかいるとか、あとちょっと電車の中でなんか気になる人いる、気になるってなんかちょっとえってちょっと目を疑うような人がいるとかってなるとじーっと見ちゃって、よくねそういうのはいけないって言われてたんですけど、ゲームだったらできるからね。へっ、好きなだけ観察してやる。よしと到着。人間観察ですって言えば OK？ この前の公式でアーミーさんのことじっと見てたっけ？見てたかもしれない。あ、イケメンもじっと見るのっていうコメントがあったけど、イケメンっていうよりかどっちかっていうと気になるのは若いお姉ちゃんとおじさんかな。気遅れしちゃったの？やばいですね、年下の子にこうやってなんか頼りにされるのも悪くないですね。いいね。私ってちょろいかな。いやー年下はどうだろう、ちょろいな。そう、私なんかいちいち何が起きても妄想しちゃうから、現実を生きてないかもしれない。私もやだやだ、行きましょう。うん、初めて聞く音楽だ。なんかしっかり壁を覚えたから PC と一緒に行動するときも壁をする。え、パペットマンは道具使いで仲間にできる？あ、今は無理か。おー、なるほど。あ、やばい、リーナさんがやばい。おー、危にゃい危にゃい。あと5分、あと5分、あと5分。よいしょ、延長できるかな。あ、ダメだ、延長できない。一旦これで、一旦この枠は閉じます。延長する癖つけなさい。了解です。よいしょ。
これだ。にょーにょーにょー、どこ向かえばいいんだ。にょーにょー、あ、これ違う、これあ、ど、お、おー、おー、え、コミレベル上がれば延長楽になるんですか。そうか、あ、そうなんだ。そうかそうか。おーい、あっちに行ってみたいよ。え、これ絶対何かだって。迷いな。あー、広告ありがとうございます。広告、そうだ、広告読み上げてなかった。広告にミレディさんとムッチーノさん、ありがとうございます。ムッチーノ待ってろよ。ムッチーノたどり着けるかな。今延長できるかな。あ、間に合わないな。ぐぬぬぬぬぬぬ。キャン。やだ。戦わない。うわー、これ絶対閉まってるわ。戦わなきゃ。よしよし、はい、じゃあちょっとこの枠はこれで一旦閉じたいと思います。あれですね、私はバフの理解をしなきゃいけませんね。いろんなバフがあるから、うん、バフの理解、うん、いろんなマークがあってね、難しいですね。まだ覚えなきゃ。バフとデバフね。バフが自分が有利になる効力で、デバフが敵が有利になる効力。耐性、バフ色やりなさいよ。うんうん、なるほど。じゃあ今日はありがとうございました。バイ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